今日のコメント、カルカスさんはタイムマシンがどこの時代に行きたいですか？タイムマシンがあったらやっぱり未来に行きたいな。自分が生きてない200年後の世界とか気になる。どうもハルカットです。皆さんアリポケは見ていますか？ニコロシリーズも面白いですよね。そこで今回はホゲータの〇〇が SNS でトレンドにという件について話していきたいと思います。では関係ないけど、もうすぐ8月も終わりだね。あっという間に過ぎちゃうね。みんなも夏休みあとちょっと楽しんでね。というわけでこれと最後まで聞いてください。ホゲータの〇〇が SNS でトレンドに。昨日はホゲータと僕の歌というタイトルでロイの応用テストの続きの回でしたね。前回ロイは応用テストのためにライムがいるフリッチタウンを訪れ応用テストを受けたんですが、1回目はまさかの不合格ということで、今回の話はここから始まりました。ホゲータのパートナー失敗なのかと落ち込むロイでしたが、リコたちが励まし、もう一度応用テストに挑むことに。しかしすぐテストを受けるのではなく、勝利のヒントを見つけてから再挑戦した方がいいということで、ネモと一緒にすごい特訓をすることにしました。ネモの特訓は雪山の中でのランニング、雪玉作り、技を避けながらの坂道ダッシュとかなりきついものでしたが、ロイとホゲータはそれを乗り越え、パワーとスピードはこれでアップ。ただそれだけでは合格できないということで、ライムの言葉をもう一度思い出し、そもそもロイはなぜ歌が好きなのかとリコが聞くと、そこでロイは昔のエピソードを話しました。ロイの親は2人とも船乗りで、パパもママもいつも歌を歌いながら過ごしていました。しかしある時、長い航海をするために離れ離れになってしまい、そこからおじいちゃんと2人で過ごすことに。ロイは親と離れ離れになっている時も歌を歌うことで、いろんなポケモンと友達になれ、ホゲータとも歌を通して仲良くなれた。だからこそ歌が好きなんだと話しました。それを話したことでロイはとあることに気づき、テストの前にネモと2人でとある特訓をしてテストに挑みます。2回目の応用テストは1対1のバトルで、相手はストリンだ。ロイは特訓を生かして前とは違う動きで頑張りました。またホゲータとロイはいつもとは違う歌を歌いながらリズムに合わせて動き、技を出すと会場のみんなも一緒に盛り上がり、本気のバトルに。両方テラスタルした後、ホゲータがストリンダーを倒し見事に勝利。一緒に歌うことでホゲータとの気持ちを一つにして、ホゲータの力を最大限に出すことができました。ここでライムに認められ、応用テスト見事合格し、今回の話は終わります。今回の話で僕はホゲータが進化するんじゃないかと思っていたんですが、ここではなんと進化しませんでしたね。 SNS ではホゲータ進化がトレンドになっており、ここで気になった人は多かったみたいです。ホゲータ可愛いですからね。進化してほしくない人も結構いたんですが、やっぱり公式グッズでアチゲータ出ているものも多いので、9月ぐらいまでには進化するんじゃないかと思っています。皆さんは今回の話を見て気になったことありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、ホゲータの〇〇が SNS でトレンドにという件についてでした。ちょうどもの下の人の取り組みをしこさん、よろしくお願いします。せーの、グッディー。